自然教育園の自然を守るためにみんなにもできることがあるぞ。やってはいけないことをやらなければいいんだね。でもどうしてこれをやっちゃいけないのかな。例えば植物や動物、ペットを外から持ち込むと、もともといた植物と動物が追いやられたり食べられたりしていなくなってしまうことがあるんじゃ。これは絶対にやらないようにの。他にも大きな音を出さないというのは、ラジオや楽器の音で鳥たちを脅かさないようにするためなんじゃ。なるほど、植物や動物を傷つけたり脅かさないようにするためのものなんだね。